菊池勝人と佐々木千秋の言霊アラカルト、菊池勝人です。今回もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。佐々木千秋です。皆さんよろしくお願いいたします。さあ本日からゴールデンウィーク、うん、そうなんだよでございますが、皆さんどう過ごされるんでしょうか。今年は10連休ということで、文字通りの、ね、大型連休になったわけなんですが、すごいよな、いいですよね、うん、で菊池さんは、はい、そんな10連休何かご予定とかって終わりなんですか。いや特にないんですよね。どうしようかねと思ってさ、まだ迷われてる、うん、ちょっと家族でどっか行こうかなとは思ってますけども、うん、はい、でも特別にどっか旅館予約してるとかさ、はい、全然ないの で、 あで都心が空くからさ、車で都心の、ね、都心内部をね、はい、あれこれドライブするのもいいかなとか思って。あいいです ね、うん、ね、あの渋滞に巻き込まれずに、そうそう、この自由に決めて自由に動けるっていうのは都心なかなかないの で、 そうです、ね、ちょうどいい時期だなと思ってます。確かにその発想はなかったです。いいですね。、はい、ちなみにその、菊池さんの会社はやはりこう暦通り10連休になるんですか。いや、ちょっとセミナーの予定も入ってますんで、それはやります。そうなんですね、はい、やっぱお客様がね休みなので、はい、ちょうどいいよっていうこともあるんで、逆にそういうことですよね。はい、皆さんお休みだから来られるっていうことで、ちょうどまとめて時間が取れるよというお話もあったんで、はい、はい、それはもうそのように受けてます。はい、皆様それぞれめいめいのね、10連休をお楽しみください。はい、はい、ありがとうございます。はい、さて話を戻しまして、言葉を大切にするこの番組言霊アラカルトは、筆跡心理コンサルタントの菊池勝人さんとセリフを話すという職業についております私、女優の佐々木千秋が、言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として皆さんにお伝えしていく番組です。まず最初のコーナーはプレイバック流行語。このコーナーは、うん、菊池勝人さんと私佐々木千秋のジェネレーションギャップを埋めるべく、とある都市の流行語や世相をご紹介していきながら、ラジオをお聞きの皆様にも昔を懐かしんでいただくコーナーとなっております。さて今回はですね、2001年平成13年についてリサーチしてまいりました。それでは2001年どんな年であったかと簡単にご紹介させていただきたいと思います。まず中央省庁の再編が行われました。で次に大阪府にユニバーサルスタジオジャパンが開園しました、うん、はい、で森喜朗首相が辞任され、小泉内閣の発足、小泉ブームが巻き起こりました。であとは歌舞伎町ビル火災の発生、これをきっかけに翌年消防法が改正されました、うんうん、で東京ディズニーシーが開園したのもこの年です。で次に湘南新宿ラインが営業開始したんですね、うん、この年にね。で映画ではアニメ映画の千と千尋の神隠しが記録的なヒットとなりました、うん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 、そしてアメリカ同時多発テロ事件が発生したのもこの年です。それでは菊池さんにお伺いしたいと思います。菊池さん、この年2001年はどういったことを思い出されますか。やっぱりね、小泉さん、はい、うん、自民党ぶっ壊すって出てきたんだからね、あの人、自民党から。あ、やっぱりすごいなと思ったけどね、はい、まあいろんな改革をしたのは事実ですね。うん、うん、まあいいこともあったし悪いこともあったような気がします。あ、やっぱり、うん、そうなんですね。でもいろんなことを日本の人たちが考えるいいチャンスだったなと思います、はい、あ、いろんな見方があって、その通り動いたらどうなのかなってこともいろいろ考えるいいチャンスだったような気がしますね。ああ、なるほど、うん、あとディズニーシー、はい、これは良かったね。あ、良かったですか。ちょっと意外でした、ちょっと。そうなんですね、うん、あれはすごい建物で、はい、素晴らしいね。そうですよ、ディズニーランド2つできたでしょ。はい、できました、うん、やっぱりあれ日本であんだけのものを作ってさ、はい、まあ、本場よりも素晴らしいなんて言われてるんだけども、やっぱり素晴らしい、今でも大盛況でしょ。そうですね、素晴らしいですねと思いますね。こんなのはもうすごいいいことだなと思いました、あと湘南ラインは、はい、私がたまたま私のいる駅が、はい、湘南ラインを利用する駅なので。あ、そうなんですね。都心に出るのはすごく楽になりました。確かに渋谷に出るのはもうすごい楽になりました。もう一本とかで行けちゃうってことですもんね。新宿に出るのも楽になったし、へえ、まああわよくば、はい、もうちょっと本数が増えると僕はもっとありがたいなというのが。じゃあもうこれからにさらに期待したいところではありますね。1時間2本の時間があるからね、あれちょっともうちょっと考えてほしい。あ、なるほど、はい、そうだったんですね、はい
はい、私はですね、まあ、高校2年生だったので、まあ、普通にね学校ライフスタイルというか、はい、あの楽しく過ごしておりました、はい、続いてですね、そんな2001年の新語流行語についてその一部を簡単にご紹介させていただきたいと思います。まずは小泉語録、はい、ありましたね、はい、所信表明演説で使われた米100票恐れずひるまずとらわれず、うん、首相のスローガンである正義なき改革、それに伴う改革の痛み、うん、首相を議長とする経済財政諮問会議の骨太の方針、小泉政権に名付けられたワイドショー内閣と、まあ、2001年4月第87代56人目の総理大臣となった小泉純一郎首相は空前の国民支持を背景に説得力のあるキャッチフレーズを駆使することで2001年最多の流行語生みの親でもありましたそういうことだったんですね。なるほど。で次に明日があるさ、はい、青島幸男さん作詞、中村八大さん作曲の30年前の歌が缶コーヒーの CM で復活しました、うんうんうん、ただし歌手は故坂本九さんではなくてダウンタウンの浜田さんはじめ吉本興業の面々、元歌の歌詞は若い男女の恋愛感情を歌ったものでしたが、このカバー曲ではリストラ時代のサラリーマンが主人公で世相に合った歌詞に一新され不況感に打ちひしがれる日本人に明日への希望を思い出させてくれるということで大ブレイクとなりました。そうですかね、うん、はい、で次にそうですね、こちらまたちょっと曲なんですが、やだねったらやだね、うん、はい、2000年にリリースされた演歌歌手氷川きよしさんが歌う箱根八里の半次郎の歌詞から流行語化しました、うん、この時代演歌が著落傾向の中で孫以来の大ヒットとなったのはこの年の世相として完全失業率の大幅上昇、まあ、機密費問題、児童虐待、デフレスパイラル、不良債権、まあ、定年破壊、迷惑メール、自爆テロ、3月危機、9月危機などといったいわゆる不愉快語、つまり嫌な流行語が氾濫したことへの一般大衆の率直な思いを投影した楽曲であったとも言われています。そういうことだったんですね。そうね、はい、なんか普通に聞いてしまってました。やだねっていう感じの曲なのかな、ね、と思ってたんですが、世相をねちゃんとこう投影していたんだということを、ね、はい、この年になってようやく知りましたね、うん、まあ、本当にいろいろなことが、ね、新しいものがどんどん出来上がっていった そんな年なんですかね、うん、はい、いかがでしたでしょうか。皆さんの記憶はあの頃までプレイバックできましたでしょうか。以上、プレイバック流行語のコーナーでした。改めまして、現在放送中の言霊アラカルト、担当は菊池勝人と佐々木千明です。さて今回のゲストは一般社団法人協会ビジネス推進機構代表理事の前田武さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。それではですね、早速なんですが、まずは前田武さんについていただいておりますプロフィールをもとに簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。前田武さんは1983年のお生まれで、神戸大学法学部卒業後、東証一部上場企業にてコンプライアンス教育の運営責任者として国内外延べ2万人以上への研修を企画実施。その中でやりがいなく働く社会人が多いことに疑問を抱き、教育で人を変える、好きを仕事にする、オンリーワンの立ち位置を築くという3つの柱を実現できる協会ビジネスの世界に携わることを決意されました。上場企業退職後、協会ビジネス創始者で前田さんのお父様でもいらっしゃる前田いずるさんから協会ビジネス推進機構の代表理事を引き継ぎ、200協会以上の設立運営を支援されました。現在は日本で唯一の協会ビジネス指導専門のコミュニティを運営され、これまでに2500人以上の代表理事、そして経営者や起業家の方へのコンサルティングを実施されていらっしゃいます。すごいですね。すごいですね。さてそんな前田さんなんですが、せっかくなのでちょっと分析の前に少しだけお伺いしたいんですが、簡単に言うと協会ビジネスっていうのはどういったものなんでしょうか。そうですね、はい、フランチャイズシステムってわかりますかね。フランチャイズ、はい、聞いたことあります。いろんな、ね、会社さんとかが、フランチャイズっていうような形で本部がいてですね、はい、でそのフランチャイズに加盟する人たちっていうのがいて、でそこで、ビジネスができるような支援をしていくっていう、そんなビジネスモデルがあると思うんですけれども、それの小さな個人だったりとかっていう人たちに向けて、作っていくっていう、そういう仕組みが協会ビジネスになっていきます。
なので、佐々木さんが今ねちょうど筆跡診断ってやられてますけれども、はい、ただ佐々木さんあの、うん、菊池さんがですね、はい、菊池さんがやられてますけれども、その菊池さんのやられてる筆跡診断を菊池さんの代わりにできる人を育てて、それを全国各地に先生っていう人たちを作ってですね、はい、東京にいなくてもとかですね、例えば地方にいたとしてもそういう筆跡診断が受けられるというような仕組みをビジネスモデルとして作っていくっていう、そういう支援をさせていただいています、そうなんですね。素晴らしいですよね、うん、なかなかこう、いろんな技術があっても、ね、どんどん広がっていくことって大事ですもんね。そうですね、本当にたくさんの人たち素晴らしいものを持ってるんですけれども、はい、自分一人じゃこれ以上広がらないなっていう限界を感じられてると思うんですけれども、うん、それをどうやって広げていくのか、はい、どうやって、自分の思いを共感してくれる仲間を作っていくのかっていう、そういったことをですね、やり方をお伝えさせていただいているというような形になります。なるほど、ありがとうございます。さてそれではですね、いよいよ今回あの前田さんの筆跡心理分析結果を菊池さんにアドバイスとともに公開で披露していただくんですが心のご準備よろしいでしょうか。はい、どんな話が来るのかちょっと今からワクワクしておりますはい、なおですね、前田さんには放送直前にノーインフォメで美しい未来の幸福な様子、まあ、美しいの美を漢字でひらがなでし、そして漢字で未来ひらがなのの、漢字で幸福ひらがなのな、そして漢字で様子で美しい未来の幸福な様子という一文を書いていただき、それを菊池さんにはお渡ししております。はい、はい、また毎回申し上げております通り、放送終了後約1週間程度で YouTube にもアップしていただきますので、大文字アルファベットで言霊カタカナでアラカルトで検索してみてください。ではお待たせいたしました、菊池さん分析結果をお話しいただければと思います。はい、まずですね、はい、これパッと見た瞬間にもうすぐに分かるのは横書きにしてますよね。はい、日本語ってもともと縦書きの方が書きやすいはずなんだけども、まあ横でポッと書くってことは書きやすさじゃなくて私この方が好きですからっていう感覚ですよね。この方がいいんですよ、はい、で自分の中で理論的に割り切れてればやりますよっていう感覚の方が書く横書きの特徴なんですね。はい、したがって少々苦痛感があっても私これでいいと思ったらいいんですよっていう感覚、うん、合理的に物事を割り切りたい、割り切ってやりますよっていうのがまず一つ分かりますね。はい、それからあのひらがなを少し小さめに書くっていう人はよくいるんだけども、はい、この美しい未来のっていうしいの、のこの小さな字ね、はい、漢字の2分の1以下ですよね、これね。面積で言ったら4分の1ぐらいでしょ。確かに小さい目ですね。とても小さい。要はですね、前田さんは同じ大きさの字で書きたくないっていうのがあるわけですよ。で、これは意識をしてないと思いますが、飽きちゃうんだよね。同じ大きさで。なんか変化が欲しい。うん、なんとなく自分の中に。うん、というのがあるんですよ。うん、だからついつい無意識の中で、まあひらがなはちっちゃくていいんじゃないかみたいなさことを自分で勝手にこうやって考えてるっていうことをやるんですね。したがって前田さんは結構変化が好き、うん、環境が変わる面白いじゃないかみたいな感覚がまあもともと持っていらっしゃるなっていうことで、ルーティン化したものをより早くやろうっていうよりも新しいことやっていこうぜみたいな感覚が強い、うん、なるほど、変化っていいことあるよそれはみたいな、うんうん、新しいことの中に次の世代が生まれるんだよみたいな、そういうポジティブな考え方がありますね、うん、で幸福の福っていう字の、はい、あの右側の下の田んぼなんですが、左上が空いてるんですよ。あ、隙間が空いてる、うんうん、でこれってつけなくても、まあ、つけてもどっちでもまあ字は読めるわけでね、福っていう字読めるんだけども、これをやっぱ開けるということは本来つけることを教わってるんだけども、自分の中でまあいいじゃんって話ですよね、別に読めるし、うん、これはいわゆる発想を自由に持ちたいなっていう考え方の表れというふうに僕ら見てるんですね。うん、だからこれっていいんじゃない、いろんな可能性もあるしいろんな選択肢もあるし、それって面白いよね、ちょっとやってみようよみたいな、初めに申し上げた変化を好むところとちょっと共通してるところがあります。うん、どん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 いろんな発想でいいじゃん別に、うん、未来に向かっていろんな可能性があるんだよ、だから可能性とか選択肢とかたくさんあるよとかいうのはもう基本的に好きだと思いますよ、そういう言葉がね、うんうん、その中でどれが一番いいか選ぶのは自分だよみたいな感覚があって、そういったことがまずわかるかなというところがありますね。ただこの福という字の今度右側の角の部分、結構これ角張った字を書かれてるんですよ、うん、これが角張ってる人って結構行動は硬いの、
うん、教わった字を書いてる。これはここってカクッと書く字ですよねっていうことで書いてるので、前田さんの場合は旗から見てるところはとっても真面目できちっとしたことをやってる方なんだけども、内面ではあれもありこれもありいいんじゃないかこんなことあってもって思ってる自分がいて、外部の人には行動面しか見えませんから、うん、物事をちゃんとルール通りやる人ですよねって思われてると思います、うん、でも内心はいやいやあれもありこれもありこんなことがあったっていいんじゃないかってことを結構考えてるので、うんうん、それは分かりづらいです、うん、とっても。なるほど。自分からアピールしていかないと周りの人は分からないかもしれない、うん、まあ議論してる中で言葉の端々に出てくると分かるんだけども、普段の行動だけ見てる人からはとても分かりづらいところがあるかもしれませんね、うん、あとね、美しいっていう字、最後の様っていう字、幸福の子あの幸福の服もそうなんだけど、田んぼもそうなんだけども、全部均等に横線を引いてるんですよね、同じ等間隔って言うんだけど、はい、これって偶然等間隔になるわけないんですよね、必ず意識をしてる、でも多分無意識だと思います、うん、なぜかというとこれって等間隔に書くもんだよねっていうのは自分の頭の中にあるので、その通り書いてるんですよ、うん、でこれは普段の生活の中にもこういうの出てきて、いわゆる自分のコントロール能力が高いというふうに僕らは見るんだけども、うん、何かあって感情に動かされそうになったとしても、いやこれってこうじゃないですかみたいなことを考えて自分の行動をコントロールしよう律しようという感覚が結構ある人の字なんですよね、うん、そうでなければ等間隔に偶然なることはないんです、うん、無意識の中でこれ合わせてます、そんなことがある、うん、でもこういう方々の陥る罠ってのがあって、うん、世の中にはやっぱり感情をパッと出してみるわけですよ、うん、でそういう人を見た時にいい大人がなんでそんな泣いたり笑ったりいきなりしちゃうのかなとかってご自身は思うとこがあるかもしれない。なるほど。バカだなと思うこともあるかもしれないでもそういう方は今の環境気持ちを色にしたらどうですかとか言ったら、うん、オレンジがあって黄色の方にあってさとか平気で言うかもしれない、うん、あるいは鼻歌歌っていいですよどんな曲になりますって言ったらもうすぐ歌い出すかもしれない。こういういわゆる翻訳をしないで直結してこう出たりするんだよね感情がね、うんうん、そういうところが必要な世界だったらそういう方々って生かす場があるんですよね、うん、多分前田さんはあんまり得意じゃない、うん、一回翻訳をしてから何て言おうかなとか考えるから、うんうん、これもだから筆跡を見ていていい悪いはないですよってのはそのことなんですよね、うん、これがいいあれがいい悪いってのはないんです、うん、こういう特性がありますよねと。あとはこの美しいっていう字の横線が結構長めだなと。未来っていう字も結構横線が長めなんですよ。この横線を長く書く方っていうのは結構自分のスキルに対してこだわりを持ってます。より高いスキルを持ちたいとか自分の判断力高い判断力専門性これを持ちたいなっていう気持ちがとっても強い傾向にあると思います。したがって多分やられてる中でなんていうのかな、これってなんでわかるんですかこんなことまでとか、すごいですねこの知識はとか、うん、こういう判断って他いないですよねというようなこと言われるのが結構褒め言葉になります。うん、嬉しいと思います、うん、前田さんは。でそれに反面今代表されてますけども、代表ってすごいですねとか言われても、いやそれは組織上の問題ですよみたいなことを言って、うん、むしろ専門的なものを評価されたのがよっぽど嬉しいっていう感じですね、うん、だから何人の社員がいるとかそのトップにいるんですか、すごいですねっていわゆる組織上の構造のトップにいることを褒められるよりも、どうしてそんな判断できるんですかとか、その専門性の高さを褒められる方がよっぽどモチベーションが上がるっていう傾向があるなっていうことがわかります、うん、これは未来のトップ、いわゆる頭が出てるところがすごく低いんですよね、うん、こんなことでやっぱりわかりますね、うん、だからみんなといい結果出そうよとかね、やる以上はみんなでやろうよっていう感覚がとっても強いので、ある意味では部下の方々からも非常に慕われやすい部分があるでしょうね、うん、っていう感じがしますね。いいから俺についてこいよってのはないんです、うん、そこはとても弱いと思います。ただ自分の中でまあ合理的に物事を割り切っているので、うん、でかつきちきちっとした行動をやってるので、うん、その辺が見えるのはそこですから、うん、やっぱりその中にあるもっと自由にいろんな可能性考えたいねってことはある程度分かるようにしといた方がよりご自身のことをみんなに理解してもらいやすい環境ができるかなってのはちょっと感じます、うん、はい、まあそんなところですがいかがでしょうか。なるほど文字だけでこんなに僕のことを言われるのかっていうのは、はい、すごくびっくりなところはありますけれどもでも思い当たる節はたくさんあるなっていうふうに思いますし、
本当に自分自身で、はい、あ確かにそうだなっていうように思うところ、逆に言うとあんまり意識して、性格どうですかって言われた時に言わないけれども、言わないけれども確かにそうだな、そういう面自分にはあるなっていうのがたくさんあって、あこれは本当に、その通りだなってこう今本当に なんだろう、すごく染み入ってきた感じがします。あそうだなっていうふうに感じます。これ一緒に仕事されてるね、会社の部下の方とかに聞かせると、途中で笑い出すかもしれない。いやそうでしょうね。なんかニヤニヤしてる顔がもう目に浮かびます。そうだよそうだよって言ってそうな感じが。でもそれはさ、みんなが分かるってことはご自身にとってもいいことなんですよ。そういうとこがあるだろうって。だからこういうものとしてお互いにコミュニケーション取っていこうなっていうことで、まあいいわけですよね。補完をすることができる。ということに、まあ、これは活用できますねってことなんですね。そうですよね。ですよね。もうあの前田さん実際にちょっとフフっていう風なお声が漏れてしまった瞬間なんかもあったりして、あの結構、まあ、ご自身の中ですごくフィットした部分というとか、何かちょっと当てはまるかなみたいなところがきっとあったのかしらって思いながら隣でちょっと話を伺ってたんですが、あのすごくいろいろなこう発想はやはりお持ちで、ただこう見た目とか、とらわれそういう真面目な方とかっていうふうに思われてしまうというところで、まあ、ご自身でも多分それって気づいてらっしゃったりしますか、そうですね、ありますか、なんかそんなに真面目じゃないんだけどとさっきおっしゃったように、そこを求められても困るんだけどっていうようなところはあったりはしてですね、でも結構、自分で言うのだけど割と真面目なタイプではあるので、真面目にしなきゃっていうのはあるんですけど、でも多分中で思ってることは全然違うっていうそこがあるので、そこはね今逆に本当ギャップで苦しんでるところでもあるかもしれない。そうだったんですね、はい、そこをねこう改善していかなきゃいけないのかなとか、まあ、見せ方もね考えていった方がいいのかなってちょうど思っているところでもあったので、あ、文字にも出てるんだなっていう思いましたね。だから世の中には発想は自由で、本当に自由に動いてる人いるわけですよ。でそういう人を見た時に結構あいいなって思う部分があるような気がします。やっぱり、そこはね あるから、じゃあそれを違う場面でどっかの場面で出してみるってこともご自身の中にやってみると、それはそれで新しい何かがこう感じるっていうかさ、実感できることがあるかもしれませんね。面白いと思いますよ。いや面白かったですね。すごいなって単純にすごいなと思いました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なおですね、この分析につきましてはこう菊池さんがよくおっしゃってらっしゃるように、あくまでこう参考にするものであって断言するものではないことだけご注意ください。では最後に前田さんから告知などございましたらお願いいたします。はい、先ほどお話しした協会ビジネスというふうな形ですね、今私たちの方で、教えさせていただいて、たくさんのクライアントさんにいろいろお伝えさせていただいて、で本当に素晴らしいコンテンツですね、素晴らしいコンテンツをお持ちの方がですね、もっともっと自分の思いを広げていきたいとかですね、たくさんの人に自分のこのコンテンツというものを届けていきたい、講師を育てていきたい、仲間が欲しいと、そういうふうな方はですね、ぜひ協会ビジネスというふうな形で検索をしていただければ、私出てまいりますので、ぜひ私のところにですね話を聞きに来てもらえればなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。今回のゲストは一般社団法人協会ビジネス推進機構代表理事の前田武さんでした。前田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、なんともうエンディングの時間になってまいりました。言霊アラカルトいかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたでしょうか。はい、やっぱりいろんな方にね、筆跡の分析、字が何を言ってんだろうかとかね、こういうのがやっぱり分かってもらうのはすごく嬉しいのと、やっぱり自分を知るための一つのツールとして使えるでしょ、はい、あとやっぱり言葉、言葉ってこの内面にあるものがこう染み出してるようなものなんですよ、だからその言葉を知ることによって、本当はこんなのあるねってことも分かるし、その言葉を変えることによって染み出した元々の部分を変えることもできる、言葉ってすごく面白いので、本当に言霊なんですよね。そう、言葉には魂があるって昔の人は知ってたんだけども、やっぱりみんな忘れてしまってるとこもあって、やっぱり言霊ってことをみんなもっともっとこう知ってみると、普段使う言葉も結構変わるかもしれない。あ、やっぱりそうなんですね。でもしこんなこういうふうなね、あの考え方にご興味のある方は、
私の会社である株式会社オーライアンとありますので、はい、こちらにもご連絡いただけたらありがたいですね。はい、よろしくお願いします、ね、ありがとうございます、はい、で今回はあの前田さんにご出演いただきまして、うん、はい、いかがでしたか。いや本人がまあ途中で笑い出したりして、はい、そうですねそうですね、まあ怒る人も怒る人はいないんだけど、はい、ムッとする人はいるからね、やっぱり、はい、あのはっきり言われて嫌だっていう人も結構いるんですよ。でもそれって僕はいい悪いを言ってるわけじゃないので、はい、あのそういう特性がありますよねっていうことを言ってるだけなので、はい、ムッとする人はそれって良くないって思ってることなんですよ。もう自分でも分かってるということですね。うん、ただ分かってるというか、ムッとするだけで本当は悪くないんだよ。そうですね、それをどう生かすかを考えるのが大事であって、ムッとしちゃうとさ、それって悪いことお前余計なこと言うんじゃねえよみたいなんだけど、悪くないですよ別に。そうですね。でも次に考えるのはその特性をどう生かすんですかっていうのが大事であって、はい、ね、いい悪いじゃないんだから、はい、全ての人はみんな自分の特性を持ってるので、はい、それをどう生かそうかって考えるのはその人のやっぱり能力でもあるよね。まあ、そういうふうに今つながっていくんですこの話はね。はい。すごくね、あの気さくな方といいますか。よかったですね。はい、よかったです、はい。ありがとうございました。そしてこの番組へのご意見、ご質問、感想などお便りの方もお送りいただきますようお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 言霊アラカルトまでお待ちしております。それでは言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ありがとうございました。